こんにちは。さて今日はですね、後ろを意識する方法、この間は内輪を指すというのをやってみましたが、今日は内輪がなくても後ろがわかる、そんな方法をお伝えしますね。どうするのかと言いますと、後ろ、だいたいそうですね、30センチぐらい後ろに意識を持っていきたいなとします。そこでここの場所をしっかり掴むために掛け声をかけます。どんな掛け声か、1、2、3で、3でここで捕まえて、でここから話をするという感じです。分かりましたか？1、2、3。ちょっと声が高めになりましたね。なんで高めかと言いますと、高めの方がお腹に力が入りやすいと私は思いましたので、まずはじめはちょっと高めで3の音を作ってみます。で、3って言った時にお腹に力が入ったぞっていうのも感じながら、続いて今から伝えたい言葉を言ってみます。3の場所にその言葉の元をここに置いて、ここから発信するっていう感じです。やってみますね。じゃあこんにちはって言ってみます。いきます。1、2、3。こんにちはです。やってみましょうか。1からいきますよ。はい、1、2、3。こんにちはです。できましたか？なかなかね、この3の声を出すのができないとか難しいとかやりたくないとかいう人もいるんですけども、まあ誰もいないところでもやってみてください。でちょっとね、裏声ぐらいの気持ちでやる方が元気のいい声が出ます。もう一回やってみますよ。1、2、3。こんにちはです。では次はですね、これ応用編で、こんな文章を読むとしますね。紙に書いてある言葉で、その時も1、2、3ってやって、ここから声を出します。でその時に次に目は紙に行くんですが、で、なんだっけって見ると気持ちがせっかく3のところからヒュルルルルって前に来ちゃいますので、そうはならないように1、2、3。ここの意識のまんまで、目だけ紙を見て、言葉は人を表すと言います。これ難しいんですけども、覚えたらできるっておっしゃるんですが、練習です。目が前にあっても意識は後ろ、これ難しいんですね。ですからあえてちょっと字を読むというので、ここをゲットするのにトライしてみてください。1、2、3。これです。言葉は人を表すです。わかりましたか？これね、この位置がね、3は掴んでも次の瞬間にヒュッて前に行ってしまうっていうのもよくあります。ちょっと悪い見本として、1、2、3。言葉は人を表すで、なかなかちょっともったいないですね。もう一回悪い例やりますね。1、2、3。言葉は人を表す。ではいい例、1、2、3。言葉は人を表すで、もうなんか場所分かってきましたね。見てるだけでどこに意識があるのかなって、だんだんこれ練習していくと分かってきますんで、あ、後ろにあるなとか、ちょっと前に行ったなって、これも自分でもちょっと意識して、あ、今ちょっと前に行ったかなっていうのを、ちゃんと分かりながらやると、この3の場所をしっかり掴むことができます。なかなか一人では難しいかもしれません。どなたかお友達とやると分かりやすいんですけどもね。でもこの3っていうのを練習してみてください。で、練習してできるなっても、1、2、3言わないと言えないんですよっていう場合があるんですが、そういう時には、1、2、3って言わなくてもいい方法があります。それは、エアー1、2、3ってやります。っていう感じですね。そんな感じで、エアーでもできますので、これはちょっと練習した後に取り組んでみてください。では、今日は1、2、練習しました。忘れないようにちょっと使ってみるといいと思います。では、
次回。